グリーンランドは人口たった600万人しかいないデンマークの領土なの。まずグリーンランドとは日本の6倍の大きさを誇る世界最大の島であり、石油や天然ガスなど世界中が欲しがる資源の宝庫なんですけど、なぜかその領土は人口たった600万人ほどのデンマークのものなんですよね。じゃあなんでデンマークの領土になったかっていうと、結論3つの歴史的転換点があったからでして、まず1つ目の転換点が気候問題なんです。もともとグリーンランドが発見される前からイヌイットという人々が先住民として住んでいたのですが、その存在は当初知られることはなく、一気に世間で知られるようになったのは10世紀頃に略奪や漁業でヨーロッパを一世風靡していたノルウェー出身のバイキングという人々の新たな移住先になってからなんですよね。そしてバイキングという人々がたどり着いた先がグリーンランドで一番土が肥えてる場所だったので、漁業も農業もうまくいき支配を強めることに成功したんですよ。しかし15世紀に一気に支配できなくなる出来事が起きました。それが2つ目の転換点、極度の寒冷化ととある特産品の需要低下なんですよ。グリーンランドって精鋭地がたくさんいて、その牙っていうのがヨーロッパで高値で売れてたんですよ。だからバイキングは大儲けできていたんですけど、これ時が進むにつれアフリカゾウの牙とかロシアで大量発生している羊の毛皮の方が安いし代用できるから、もう精鋭地いらねえわとなってしまい、バイキングの収入源が激減したんですよね。さらに寒冷化により農作物が取れなくなり、争い事がたびたび起きた結果、バイキングはグリーンランドで滅亡してしまったわけ。これと同時期に起きた最後の転換点というのがハルマル同盟というものでして、これが何かっていうと、なんとノルウェーとデンマークの君主、つまり王様が同じ人になったということなんです。しかしその中身というのは、強国デンマークがノルウェーを支配するという構図だったので、実質その日以降グリーンランドはデンマークのものになっているわけで。でもね、これ驚くべきことに、アメリカの次期大統領と言われているトランプさんが、グリーンランドは資源たくさん詰まってるのにデンマーク使い切れてないな、よし島ごと買収してアメリカのものにしようとね、本気で企んでるみたいです。さあ一体グリーンランドの未来というのはどのようになるのでしょうか。ごちそうさまでした。